なるほど。こちらへ足を運んでいるのは男か。若き者。面白そうなものよ。夜間に潜みたゆたう我が身をカンパするか。あの者、相応の手だれと見る。波で収まる器ではなかろうな。この日の国に虚無を借り出すことが目当てとは考えにくいが、一体何を。姿を見せれば面倒につなげることもあろうが、退屈忍びにはなろう。間違いないな。この周囲いる。人型の、それもこれほどの大型虚無。しかもこの権限薄い日中にこれほどはっきりとだと。わめくな、男よ。なんだ。その距離なら安心であろう。わめくな、男よ。しゃべる、ヒョン。まさか。待て、少し話を。話？お前と僕とで。議題は？ああ、話だ。退屈であった。いささかな。何を言っているんだ。退屈？虚無にもそういう感情があるのか。退屈。ああ、退屈だ。人里に人間の強者たるお前のその話を少々聞きたい。お前たち虚無と仲良くする気は我らにはない。それは僕個人であろうと同じこと。しかし、そう無抵抗の姿を見せられては、一方的に攻撃したこちらが悪となる。その思惑に乗せられよう。言葉を話す君にも興味が湧いた。今後考えれば、判断の材料がある方がいい。この話、受けよう。その賢明さ、
嬉しいぜ、男よ。だが誤解をするな、虚無の。少しでも怪しい動きを見せれば、すぐにでも我が力でお前を永遠なる棺へと閉じ込めてやる。それは恐ろしい。そうならぬよう配慮しよう。よかろう、男よ。その条件に応じよう。公害無用はすまないね。僕にも組織内での立場がある。形だけでも話すことができないという事実が欲しいんだ。実質的な効力には期待していないから。では約束だ。ここは情報交換の場、戦闘行為の禁止。そしてここで得た情報はお互いに他言無用。僕たちはお互い目視したが話はしていない。いいね。もちろんだ、男よ。この獣に宿る人の魂に誓う。僕にはロンドレキアという名がある。この場ではそう呼んでくれ。お前の、いや、あなたの名を伺いたい。そうか。我が名メルカマ。そのように呼ぶがよい。ロンドレキアよ。メルカバか。わかった。名の由来は？自分でつけたのか？わからん。心に刻まれた記憶よ。すべては不明瞭だ。ロンドレキアよ。驚愕たる事実だ。面白いと言ってはあなたには失礼だろうが、そうとしか形容しようがない。構わん。このようなものの興味他に見、我も面白いぞ、ロンドレキアよ。してロンドレキアよ、貴様がここに来た理由とは。我がここに潜んでいるのを察していたようす。リヒトクライスという組織、その名くらいは知っていよう。僕はそこに近しいもの、リッターシルトのものだ。そこよりの情報通報でこの山中へと噂の根源を討伐しに来た。そうであったか、リヒトクライス、討伐の指令。ではどうする、ロンドレキア。話を聞いた後はバッサリと行くか。この地を一度離れ再び訪れたのなら、この約束も役目を終えたもの。あなたの話次第ではそれも考えよう。そういった皮肉冗談が出てくるのだから。こうして意志が伝わるというのは立ちが悪い。我々は仲良くはできない。しかし争いを求めているわけではない。こうして話ができるのなら交渉の余地がゼロというわけではなかろう。この獣と交渉か。奇妙な言葉よ。喋る虚無。噂には聞いていたが、実物を目にするとは。うまく運べば虚ろの夜の全てを解き明かす鍵となりそうなんだがね。大それたこと。夜を解き明かすか。
そうか、意外と知り得ないものなんだな。ああ、もちろん虚偽の返答や知らないと嘘をつくのは構わない。それも織り込み済みの話だから。最後に大きな問いをしたいんだが、君はリバースたるもの、それを目指した慣れの果てなのかい？不明なのだとは思うが、ここは改めて聞きたい。自分の出自がわからぬゆえ、それには答えられぬ。情報を聞く限り、その線は我も考え得たこと。そうか、権限に飲まれての虚無落ち、その間際でとどまり、人の意志がかろうじて残ったというのが一番考えられる線だ。もしそうなら、間抜けなもの。だが、あり得る話を。人に戻る道、手段があるなら教えたいが、今は何もわからない。たとえあなたの方から協力を申し出てくれても、解決を約束できない。制御できぬ獣が仲間を襲ったら、それこそおしまいだ。もちろんだ。これ以上の接触はなしだ、ロンドレキアル。こちらの塔、ここ最近、この週、権限が食い荒らし、微端たるものの増加、貴様ら何か知らぬか？冗談でもリッターシルトのせいにするのはやめてくれ。僕たちはそれらを抑制するべき側のもの。原因を探り、止めようとしているのだから。そうか。権限、刺激。我が獣も暴れ、我も迷惑している。権限の管理が定め、ロンドレキアがため、日々努力せよ。ああ、頑張るよ。まさか虚無に怒られ、励まされる日が来るとは。この仕事、長く続けてみるものだ。さて、あまり長話も良くない。僕はこの辺で退散しておくよ。それらしい虚無がいたが、攻撃したら退散していった。そう報告するから、少し場所を変えてくれると助かるね。次に会ったら知らない者同士、君は忌むべき虚無だ。戦いになれば容赦はしない。そこは構わないな。もちろんだ、ロンドレキアよ。我が虚無のことなど覚えていると思わぬことだ。だがメルカバ、最後に一つだけ質問をさせてくれ。僕たちがもし、あなたが人へ戻る道を見つけたなら、戻るか？場合によるが、戻っては見たいものだが、この獣から離れられるなら、それが死でも構わぬと思っているほどだ。そうか、わかった。なら約束をしよう。人への道、それが見つかったなら、僕らが君を人へと導こう。その時は僕らと共に来る。どうだ？確証がない。その一言に尽きるな。ロンドレキアは信じられても、ロンドレキアの組織が何を企むかわからぬ。ああ、それは当然だ。僕はあなたに、それまで人を襲うなとは言わない。僕らがあなたを攻撃しないとも言わない。会えば敵同士。さっきも言ったが、あなたは忌むべき虚無。救出法が見つかったらまた話をしよう。それだけのことだ。僕らはイグジス、インバース、夜、それらの研究をしている。
原理を解明することで世を良い方へ導きたい。それがリッターシルトの目標、願いだからね。根拠はないが自信はあるか。期待はしないでおくぞ。目標を遂げるその前に我に食われぬよう気をつけるのだな。ああ、今度こそ僕は帰るよ。今日中に平らな場所まで帰りたいんでね。それじゃ。待つがよい、ロンドレキアよ。話も終わった今、そのまま帰らせるのも寂しいものよ。なんだい？そこまで親身にしてくれた礼をせねばな。さっき話が終わった。確かにこれで約束はもう無効だが、ここで僕とやり合う気なのかい？やり合う、違うな。やるだけだ。くそ、本気なのか。このには重かろう。持って行ってやろうというのだ。ありがたく思うがよい。ちょっと待て、それを持っていかれたら帰り道が。確かに重くない分早くはなるが、くそ、あいつからかってるな。小僧が偉そうに言ってくれた礼よ。この庭町の目立つところに適当に戻しておいてやる。急ぎ取りに行くのだな。くそ、あいつ何を考えて、こんな人をバカにしたことを。ええ、こうして空を見上げていても仕方がないか。追いかけるしかない。で、今度はこの山を降りるのか。結構距離あったよな。